前半3分岡山、このロングボール清水が体勢を崩しながらなんとか切り込んで中にクロスを送ります。そしてその弾き返したところを最後は田中総一がシュートまで打ったし、トラップからも確実にワンステップでシュートを考えてましたね。15分です。左サイドから崩しにかかって、本当にこういう部分でも5バック気味にちょっと引いている愛媛を岡山が攻め立てるというシーンというのが何度も続きました。19分、愛媛右サイドに流れた今日スタメン先発の川原のこのシュート性のクロス、東が触れば1点ものというシーンでした。そして今日はフリーキックがゲームを動かしました。28分です。岡山押谷のこの40メートルのフリーキック無回転、いや本当これは素晴らしいキックでしたよね。ここで一瞬秋元が逆を突かれて動けなくなった、その左サイドをついていったというこのフリーキックが決まりました。1対0岡山が先制します。サイドが変わった後半、後半も立ち上がりの部分というのは岡山が何とかチャンスを作りました。後半19分です。この清水の右からのクロスに押谷が難しい体勢でトラップからシュートまで打ち切りました。そして28分には途中出場の石原からクロスを送りますが、そうですね、最大の決定機ですね。後半に関しては押谷シュートまで打てず、そして35分、愛媛この加藤のこの変化をかけたフリーキック、まあ、あのやられた分だけ同じようにフリーキックで取り返しましたよね。中林の頭上を襲ったシーン、トータルの76分のゴールでした。その後愛媛が攻勢に転じます。36分、このゴール前の混戦、東もシュートに行くんですが、ここおそらくあの愛媛の選手が少しアピールしているのは武田がハンドじゃないかというアピールだったんだろうと思うんですが、レフリーはそのハンドは取りませんでした。ゴール前本当に愛媛渡辺亮太あたりを前線に入れての起点を作っての攻め立てるシーンもありましたけれども、結局ともにその後追加点を奪うことはできずの1対1引き分けに終わったゲームでした。公式記録スタッツご覧いただきます。シュートの数は結局岡山10本、そして愛媛8本ということになりました。イエローカードは岡山に2枚、そして愛媛には3枚出ています。岡山の方はイエローカードは島田と清水、そして愛媛の方は村上、東、加藤にイエローカードが出たゲームということになりました。